201号室の屋根裏。201号室の屋根裏とは、2人で暮らす女女同性カップルがゆるい会話をだらっと垂れ流している場所です。もしよければお付き合いいただけたら嬉しいです。寒いね。なんか急に寒いね。本当にびっくりしや、なんかあと乾燥もしてるからさ、ちょっとなんか喉とかも気になるしさ、咳込んでる人も多いしさ、私も足こう拭いてるニベア塗ろう塗ってます、っていう感じで皆さん風邪などひいていないでしょうか、いないでしょうか。はい、ということで、ちょっと今回は初の試みをしようと思っておりまして、はい、あの先日インスタのストーリーズで3つほど質問を皆さんにさせていただいて、集まった回答を、今回ちょっと発表したいなと思って、大発表おります、でどんな質問したかっていうと、まず一つ目、お互いが似てきたなって感じる瞬間はある。で二つ目がパートナーの変な癖、で三つ目が他のカップルに聞いてみたい質問ある、です、そもそもこの企画っていうかやりたいなってずっと思っててね、やっぱり長く付き合ってると他のカップルってどんな感じなんだろうとかね、知りたかったから、これをいい機会だなと思ってみんなに質問させてもらって、すごいいろんな回答もらって楽しかったからさ、もっといろんなこと聞きたいなってそうね思っております。で今回はまず1個目のお互いが似てきたなって感じる瞬間はあるの回答からちょっと発表していきたいと思います。じゃあまず1つ目、集合写真の笑顔、なんか可愛いね。可愛い。しかもこの送ってくれた2人の顔を思い浮かべると確かに、そこも面白いよね。その送ってくれた人の人となりとかが分かるとさ、我々はね知ってるからね、なんかやっぱ顔も似てくるっていうのは ね、あるかもしれない。表情とか、とても素敵だと思います。であとはこれ2つ同じようなのがあって、服の好みが被るとか、不意に私服が被る、これもあるあるなのかな。我々は逆にちょっとそれがないから、って面白かった。まあこれは同性カップルとかだとよくある話かもしれないけど、服の貸し借りとかさ、私もよく上着貸すじゃん、私服持ってないからね。そう、あまりにも服がなくて、着る服がなくて貸すっていう感じなんだけど、そうするとなんとなくなんかちょっと着たことない服とかを着てみるとさ、あこれいいかもとかってなったりするじゃん、確かに。っていう流れでさ、好みが似てきたりするのかな。あとは皿とか家具のチョイス、これわかるかも。わかるわかる、やっぱ影響を受け合うのかね。なんか私もともとそんなにさ、物欲ってないけど、いろいろこういうのどうって言ってくれると、あいいなみたいなので、で知っていく、っていうのも影響してるのかな。確かに今まで発想になかっただけで、いざそれを提示されたら、あめっちゃいいじゃんってね、思うことってあるよね。でどんどん好きになってったりとかもあるのかもね、世界が広がる的なことかな、あとはこれちょっと面白かった、店内にかかっている音楽に乗るとき、乗り始めのタイミングが全く一緒なとき、今めっちゃ想像できてるもん。かわいい、かわいいね。めっちゃいい。多分心の中では乗ってんだろうね、でもなんかこう一気に盛り上がるタイミング、体に出ちゃうタイミングが一緒なんだろうね、いや、陽気だね。次、同じ行動をとってて面白いと友達に言われた時、かっこ、本人はそんなつもりない。でも確かにこれもあるかもね、2人の中の当たり前が出て、周りから見ると、あなんか面白い、同じことしてるみたいなの確かにあるかも、あるかも。あとは、美味しいものを食べた時のリアクションが重なった時、あるね。多分ね、味の好みも似てきたりするからね。で、あとはここからは一番多かったっていうのと、私たちもめちゃくちゃ共感したのが、基本は真逆だけど、たまにお互いの口癖とか動きが映っている、あとは話し方が似てる、あとはふとした時の返事の仕方とか、会話への反応、リアクション、
発言とかが全く同じことがあって、たまにハモったりする。同じことを言うようになったなって思います。めっちゃあるね。めっちゃある。なんかもう思考変える自体がなんか似てくるっていうかさ、なんか例えばさ、あのすごいくだらないんだけど、うん、ご飯どのぐらい食べるとか聞いて、大盛り、その後2人で、大盛りなおとかさ、そうそう、めっちゃくだらないけど、なんか我々ちょっとジョイマンしがちだよね。そう、大好きなの、そういうの。なんか同じ語呂で、なんか違う単語言うみたいなの、あるよね。ある。大盛りなおよく言うね。大盛りなおが一番出てくるかも。うん、この、これ大盛りなおでいいとかもよく言うし、ね。言うね。うん、あと、なんか例えばテレビとか見てて、ニュースとか見てて、なんか心の中で、ああこうだなだなって思ってた時に、それを全く同じことを言われたり、これ今めっちゃ私同じこと思ってたんですけどみたいな、あるね。それこそさっき出た美味しいもの食べた時の感想を先に全く同じこと言われるとか、言おうと思ってたんですけど、そうそうそう、もう同じすぎてびっくりした時あるね。で、あとこのさっきのね、同じリアクションが似てきたっていうことを教えてくれたカップルの方が、パートナーの実家では同じこ全く同じことを言ったら、ハッピーアイスクリームって言って先に行った方がアイスをおごってもらえるっていう文化があるということで、なんかよく競ってるそうなんだけど、これ面白いね。ちょっとやろうよ。これってなんかあれなのかな、このあるのかな、元々それともオリジナル、ね、オリジナルかな。オリジナルだとしたら可愛すぎない、ちょっとさ、我々本気になれそう。食べる、ハマドみたいな。もう言えてない、言えてない。これやりたいな、ハッピーアイスクリームね、いいね。じゃあちょっと皆さんもハッピーアイスクリームチャレンジしてください、っていう感じで、まあとにかくみんなでも似てんね。ね、似てくるんだね、確かにさ、さっきのさ、あのお友達の店内にかかって音楽に乗るとき、我々外では乗らないけどさ、お家とかでさ、急にどっちかが歌い出して、はい、今それ頭に流れてたとか、あるあるあるね、あるあるある、なんかめっちゃみんなわかるね。我々笑顔の写真、集合写真のさ、笑顔とか似てんのかな。いや似てなさそう。私さ、あの写真撮るときに改めて笑ってって言われると結構あの不自然な笑顔になっちゃう時あるじゃん。引きつっちゃうね、そう。でも瑞希ちゃん結構得意じゃない。確かに。ちょっとそこはまだに、ね、似れたらいいんだけど、ちょっと頑張ろうと思う。いいね、そう、すごい引きつっちゃって可愛いの。もう笑っちゃうよね。笑っちゃう。っていう感じで、ちょっとね、なんかいろんな皆さんの話を集めてこうやって話せるとまた楽しいなと思うので、じゃあ次回はまたもう一個、二つ目のパートナーの変な癖、これもね、またいろいろ面白いのを皆さんからいただいているので、それを発表したいなと思います。あとさ、その他のカップルさんに聞いてみたい質問、結構さ集まったからさ、これも実際にまたインスタとか何かしらで聞いてさ、まあ、そうだね、話せたらいいな。めっちゃ面白いのがたくさんあって、私たちも聞きたいっていうのがいっぱいあるね、じゃあちょっとこの皆さんに質問シリーズ、なんかちょっと面白そうだから、また今後も、やりたい、ね、やりたいなっていう感じでございます、であとね、これもし聞いてくださっている方、ここまで聞いてくださっている方がね、なんかまたお互いにできたなって感じる瞬間があったら、聞きたい。もしよかったらなんか、まあなんかインスタの DM でもいいし、コメントでもいいし、なんか会った時に教えてくれてもいいし、なんか教えてくれたら嬉しい所存ね。協力してくださった皆さん、ありがとうございます。本当にありがとうございます。引き続きよろです。よろです。はい。ではここまで聞いてくださった方、ありがとうございます。さしすせそよあめでお送りしました。また次回も聞いてくださったら嬉しいです。それではまた。